皆さんこんにちは、青切高校のエトラと石狩と山形とガブリエルとポプラです。ぎこちなくらいインスポーンって入ってるから。さて皆さん、この便利になった IT 社会、生きていくために何が必要だと思いますか？ AI の上に立つ力。調べる力っていうのがね、大事だと思ってるんですよ私は。今回はこんなゲームに挑戦していただこうと思います。検索件数チキンです。イエーイ、おいしそう。テーマに沿った単語を検索していきます。ガブちゃんが検索したワードよりも検索件数が少ないワードをあかりちゃんは選んで入れていかないといけない。前の人より検索件数が少ないワードを入れられればセーフ。多ければ画面から出ていただけます。映る資格なしってこと？自信ある2期。2期ない、ここ。2期はない、いないだろうね。ここに2期。ね、ここにいるメンバーね、先生曰く比較的頭がいいらしいね、やっぱ点数がね。あ、そうだよね。ちょっと不服なんだけど、それこの隣にいる人とかどうなの？え、なになになに、え、どうして？え、そうじゃない。一つ目のテーマは食べ物です。おー、どの順番でやる？せっかく新人いるんだからさ、うん、新人からにしようよ。あ、いいね、いいね、ハンデハンデ、優しい。じゃあ一番初め検索してください、ポポちゃん。はい、ポワポワ。さすがにね、ポポちゃん。食べ物ですよね。じゃあこれにします。ピーナッツ。ピーナッツ。ピーナッツ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。えぐ。2090万件です。やべー。2090万件。一番初めに。どうしようかなー。あ、好きなものにしようか。お、いいよー。教えて好きなの。何が好きなの？私好きなの、小籠包なの。おー。よいしょ。何件？あ！あー！エトラちゃん。でもやっぱ関連したものがいいなと思うんだよね。検索ワードひまわりの種でお願いします。食べ物か？食べ物だよ。1、10、100、1000万、10万、100万、1270万。うわー、ちょっと変じゃない？半分やるね。何にしようかな。でもエチュラさんの意思を受け継ぎたいな。小籠包から中華で来る。中華、中華か。確かにありあり。揚げてみるか。揚げ小籠包でうち、うわーすげー、684万。おー、だいぶ狭まれた。いいんじゃないんじゃない、ハードル上げすぎだよ。いまだに私がなんか、わかんないんだけど、ラタトゥーユの具材。あー、わからん。え、どう？めっちゃ絞ってる。やばい、やばい、過ぎたかと思っちゃった。ラタトゥーユの、ごめんごめんごめん、マジでホントに知ってて、ラタトゥーユの具材めっちゃ気になってんのよ。え、なんだった？見てないわ。そうだなぁ、ズッキーニの豆乳和え。あ、あるやつ普通に。いや、ないの。ないですよ、ないよ。いきます。ポン。あ、あ、え？え？なんちゃう？来た？来た。美味しいかどうかちょっとわかんないんだけど。あ、まだ食べてないんだ。そう、まだ食べたことはないんだけど。じゃあ、マシロン魚体盛りでお願いしまーす。あー、売ってるかな。食べ物だよ。めっちゃある。めっちゃあるんだけど。嘘。24万件。すごい、すごい、大人気。いやー、マシロン食べてみたいな。こっちですよ。登んだよ、登んだよ、消えな。俺まだあっちに行きたくねえんだ。胸の大きなお姉さんが2人もいるよ。それは興味深い。つらいやがったよ。ママの、ママの、そっちの方が多いだろ。絶対いいよ、多分。ママの手作りハート、あゆき込みサーターアンダギリ。ん？ん？やった！ 5 件！ 5 件！ 5件！ 5件！ それよりは無理だって。来て！このメンツ、綺麗なメンツだと思ってたんだけど。勝つための手段だから。勝つためには下ネタも辞さない。じゃあ、パパ。ママやったしね。協力ゲームになってる。パパが握ったみたいな。パパの手作り、40代ニート向けハンバーグお子様ランチ。6件には勝てねえよ。バリ惜しい。めっちゃね、戦いになってきたな。あ、少なそう。おじいちゃん特製オイスターソースとアボカドチンゲン菜。はい、これでいきます。え、待って、そんなんの？いやー、楽しいです。240件あります。あ、引っかかったね。やりすぎてもいいな。有名ワードいっぱい入った。オイスターソースとかチンゲン菜とか。いや、5件は勝てねえよ。勝ちだよ。5件強すぎ。5件は強いって。
はい、というわけで1回戦目優勝はネクロチでした。おめでとうございます。コロンビア。次のお題は人名です。おー、人名。人名だったら何でもいいの？そう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 、人の名前だったら何でもいい。おじキャラとかでもいいの？これ、あ、まあ架空でもいいんじゃない？わー、おー、これは広いかも。ちょっとでかいとこから行くか。お願いします。誰もが知ってる、お、かわいい子、おお、橋本環奈さんからいこうと思います。はい、行きます。よいしょ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、3000、110万。うわー、さすがに確かに。かわいい。じゃあリエルも好きなものにしようかな。お、いいね。おい、リエルの好きな漫画の銀魂空知秀明さんでいきます。多いんじゃない？326万。326万。うん、空知300万か。300万よりでしょ。そう、私の好きなアニメキャラにしようかな。おお、誰だ誰だ。はい、ガモカナデ。どうかな。330。ギリギリ攻めた。何の作品のキャラなんですか？シンフォギアじゃないの？シンフォギア。知らない。最近呪術廻戦見たんで、うん、呪術のリカちゃん、織本リカちゃんでいきます。はい、はい、いきます。エンター。待って、やっぱいかも。あ、やっぱ、え、あ、いけてるいけてるいける。セーフ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 。173万。わー、すげー。結構絞ってきたね。結構絞ってきたね。あぶねあぶね。島次郎のお母さんの名前ってなんだっけな。さくら。島次郎のママさくらでいいか。そんな和名な感じなんだ。島次郎も和名だから。ママさくらで。次郎は和名だからね。島次郎のママことさくらで。おう、うわー、来てー。ねえ、ねえ、絞られてる。これ以上もう絞れないよ。造語入れなきゃね、そろそろ。そう、身近な人の名前入れてみる。身近な人？パパ？ママ？パパ、名前入れる、いいよ。あ、でも全モザイクになるわ。いや、モザイク。そうね。リアルパパ？リアルパパ。え、いいの？いいの？じゃあ、行きます。はい。1260万。あー、ちょっと待ってよ。絞りすぎだって。それはみんなに頑張っていこうってやってたじゃん。じゃあリエルも亡きおじいちゃんの名前入れようかな。おじいちゃん、ああ、いいね。個人情報バトルだ。じゃあ、うんうんって調べます。いや、でもな、おじいちゃんもせ、うわー、来た。マジで？ちょっと待ってって。やっぱおじいちゃんやったよ。キーポイントなんだ。しかもさ、また5の次。いや、いや最大なんだから。いつも5に呪われてる。ここ絶対さ、もうなんか存在しない VTuber とかの名前をさ、そろそろ打たなきゃいけないよね。ありありあり。ふわふわポプラがいるんだったらさ、うん。お、ポムポムプリンしか出てこなかった、今。でもそういうニュアンスでつけたね。あ、そうなんだ。メルメルメルヘン。あー、いいじゃん、メルメルメルヘン。なんか出てきたけどね。あれあれあれでね。やばいか、これ一旦。やばいかもな。メルメルメンヘラメルヘン。はい、噛みそう。いきます、ドン。450円。でもまあ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 、すごいよ。じゃあちょっと私は、なんて言うんだそれ。私が中学時代、寝鍋をしてた時の。寝鍋してた。これで女を釣ってたんで、いきます。クオン雷輝くんです。かっけー。いいね。あ、めっちゃいる。3710件。プロ歴史がみんなに。ガーベリだぜ。情報量えぐない今の。マジ今の一瞬だけの情報量が。おー、なんて読むの。バナナナオです。うん、男やね。バナナナ、待って、4文字だから。バナナナいいんだよ。バナナナ、バナナナナナオかな。バナナナナナオね。バナナナバナオで。はい。あー、こっちだ。嬉しい。八って何？逆に。なんで変な名前がおじいちゃんの名前よりも上なんだよ。なんで？もはや文字化けの類でしょこれ。かわいそう。太刀打ちできんかったか。バナナといえばゴリラだからゴリラ。バナナといえばゴリラっていう発想がもう。なんで？もはや何かよ。わかんない。文字化けだよこれも。ゴリゴリラさん。はい。ゴリゴリラさん。行きましょう。はい、13000円。なんでやねん。めちゃくちゃ多いやん。わかんない。メジャーなネーム。ゴリゴリラさん。なんかでも中国っぽいな。ね、なんか引っかかってる。身を削ったガブリエルの勝利か。おじいちゃんの勝利だ。やった。
い、というわけで2回戦目勝ったのはカブちゃん。こちら勝ちました。ちっちゃくて見えなかったわ。ね、ちっちゃくて。はい、というわけで、あの2人ね、今勝った人勝者決まったんですけど、ここ1位決めたくない。決めたいね。おい、仲良くすんな。今から静かに静かにしてもらうぞ。最後はね、ノージャンル、フリーにボトルを決めて、フリーでやって、やってください。実力が問われるぞ。そうだね。どうしようかな。せっかくね、フリージャンルだから。いやでも攻めたいよね。攻めたいよね。もう一旦なんか勝負忘れて、青桐高校どれぐらい今見てるのかなっていうのを。一旦は気になるじゃん。検索してみる。そうそう、青桐高校何があった。何があった。ちょっと飛んだ。嫌なサジストだわ。嫌だなこの検索の。いやー、迷う。さっき少なかったのがサーターアンダギー、愛液まみれのやつ。出た。やだよ、そんな汚い勝負に。どうせそうなるんだよ。アビリ高校が100年飼育したウーパールーパーで。ウーパールーパー飼ってたんですか。え、みんなが8だー。8、強すぎだよ。検索2時3時しか出てこないじゃん。ほんとだよ。悲しい。え、ドボンだ。いや、5件出したガブリエルならいかない。なんでもいいんですもんね。受けたことあんの。なんか最終審査の結果が来なかった。最終まで行ったの。え、すごいね。リエルが受けたのオーディションの結果が来なかった。なんでだよ。引っかかってじゃん。オーディションそれ。なるほど、4690だ。ダメでーす。検索のスペシャリストはネクロチでした。ダメだ。最強ニコチューって感じする。そうだね。調べ方がもうそうだもんな。転身ガールニコチューに。この動画が面白かった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけで、青桐高校のヘタラと、石川と、ウパルパと、ガブリエルと、ポプラでした。バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。ここからは私たちが所属する株式会社ビビオンからの宣伝になります。皆さん、ビビオン等とはご存知でしょうか。ビビオン等とはデジタルコンテンツに特化したビビオングループが手掛ける紙書籍出版レーベルです。今回はそのビビオン等とから出版されている作家さんたちにアイキャッチのイラストを描いていただきました。この動画のアイキャッチを担当していただいたのは、モブ推し JK の悪役令嬢異世界転生さんの著者モフオ先生と、ロジック推しさんオメガバースの著者空豆太郎先生と、悪いことを教えてくださいの著者藤崎ねねば先生と、好きで好きでしょうがないみたいの著者中条明先生です。 BL や TL ものに興味のある方はぜひビビオン等々の作家さんたちをよろしくお願いします。以上、お知らせでした。バイバーイ。